こんにちは、藤原です。今回は今日帰りで旅行をするならここがおすすめという旅行プランの紹介です。日帰り温泉やカフェ、レストランなどを踏まえて紹介させていただきまして、あまり知られていない場所なども紹介いたします。今回紹介する場所は熱海の紹介なんですけども、熱海結構おすすめの場所が多いんですよね。はい、最後まで楽しみにしていただければなと思います。まずですね、熱海について、ちょっと触れたいんですけども、東京から新幹線で行くとですね、光だと35分、こだまだと50分で着くという実は超近い立地です。車だと1時間半ぐらいなんですけども、今日紹介するプランは車ありきで動いてはありますが、シャトルバスなどもあったりするので、行く場所絞れば車じゃなくても、いいかもしれません。ただですね、車は渋滞する可能性もありますので、絞ってね、行くこともお勧めいたします。はい、ではですね、もうちょうど始まってしまっているんですけども、1店舗目がカフェ基地というね、お店になっていて、熱海駅からだと徒歩2分の、商店街の中にある、場所になっております。ここに関しては、熱海の商店街の中に入っているので、行ったことある方はいるかもしれません。営業時間が11時から19時になっていて、定休日が水曜日です。ウッド調のカジュアルな店内で、原材料を静岡の食材を使うことにこだわっているお店になっております。すごく素敵ですね。熱海駅2分の商店街を結ぶ小さな路地にある築70年ほどの古民家をリノベーションしたカフェとなっておりまして、2階の席でゆっくりするのもいいんですけども、この日はちょっと混んでいたので、僕はテイクアウトしました。1杯ずつ丁寧に、ドリップ入れてくれたりとか、地元で人気の、牛乳とか卵などをね、使ったスイーツなどがございまして、とてもね、温かみがある店内にもなっていますので、ぜひね、ここ行ってみてほしいなと思ってます。はい、2個目がですね、木の宮神社、ここに関してはめちゃめちゃ有名なんですけども、ここの中にあるカフェになります。木の宮神社にカフェがあるっていうのをね、知ってる方知らない方意外と半々ぐらいな感じが、しております。オープンカフェ、茶寮宝庫っていう場所なんですけども、ここに関してはこの神社がですね、有名なパワースポットとして、運営しているんですけども、おしゃれなカフェでも、あるというね、すごく変わっている、楽しめる神社になっております。観光として楽しめることは間違いないんですけども、ここに関しては歴史も、味わうこともできます。国指定の天然記念物に指定されている、木の宮神社の御神木はですね、樹齢2000年を超えております。2000年ですよ。で、平成4年の、環境省の調査で全国2位の、巨樹の認定も受けているそうで、本州では1位だそうです。1位ってすごいですよね。すごくとてつもなく大きいということです。神秘的ですごく迫力があるので、ここに来たら必ず見てほしいなと思っております。先ほどの1階の場所にですね、座る場所あったりするんですけども、ここの2階のこの場所がですね、とても過ごしやすいですし、めちゃめちゃ空いてるのでここがおすすめだし、神社を上から眺めるっていうのがね、ちょっと特殊な経験といいますか、すごくね、景色もいいですし、写真とかもね、すごく綺麗に撮れたりするので、その点もね、ここおすすめかなと思っております。ここの伝統を守りながらも、こういう新しいものを取り入れたりとかする時代に寄り添ってる感じが、僕はですね、この神社すごい、なんかうまくいってそうだなっていう目線で見ていたんですけども、ここは公式のインスタグラムもやっていたりとか、フォトコーナーが設けられていたりとか、すごく今っぽいんですよね。ただ今目の前にある、樹齢2000年のね、木もあったりとか、歴史も感じる場所でもあるし、この、芝生が綺麗に整っているカフェコーナーもありみたいな感じで、人によっては、ブレてるっていうかもしれないけど、僕にとってはね、新しいことにチャレンジしている神社であるなと、感じているので、すごくね、より一層応援したくなる、今の時代に乗ろうとしている神社として、すごくね、好きになっております。はい、でカフェは9時半から16時半までやっております。はい、ではですね、ここは、熱海に行くなら絶対行くべきだよねっていう熱海サンビーチです。ここ狭いビーチなんですが、ヤシの木やリゾートホテルが立ち並ぶ、ここはね、漁港みたいな、感じになっております。ちょうどこの日は天気も良くて、雲がすごく綺麗に見えたので、今映ってるような、美しい姿だったんですけども、基本的にここからの景色が開けていて、すごくね、素敵な、場所だなと思っております。ここ桜の木があって、なんかわかんないです
ですけど、桜の木が冬でもよく咲いてることがあって、毎年ここで桜見る気がするんですけども、ちょっと僕専門外なのでちょっとよくわかんないんですけど、冬にも桜って咲くんですか？木によったりして咲くんですかね。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてくれると、嬉しいです。次のお店がですね、ゲストハウスがやっているカフェになるんですけども、ゲストハウスマルヤっていうね、ゲストハウスがやっているマルヤテラスっていう、カフェバーというか、場所になります。ここは営業時間が、月曜から金曜日の平日が15時から22時、土日が、13時、から22時になっておりまして、シーズンによっては、不定期で、休んでいたりとか営業時間伸びたりとかしているので、まあ、インスタとかね、食べログとかいろいろ見て、この辺の営業時間に関しては調べてください。で、定休日は火曜日です。お昼はですね、サバサンドとかジビエドッグとかをね提供しておりまして、このサバサンドがねとても美味しいので、推していきたいと思ってます。サバサンドって聞いてあんまり美味しそうな響きじゃないなと正直僕は思っていたんですけども、魚の新しい食べ方としても、新鮮でいいし、聞くだけであんまり惹かれないなと思ったんですけど、想像の何倍も美味しいです。で、後々こう調べていくとですね、サバサンドの評判良すぎて、あ、頼んでやっぱ良かったなと、思っております。サバサンドが美味しいっていうのは知ってたんですけども、改めてね口コミ見ても、サバサンド美味しいっていう人がね、とにかく多かったので、皆さんね思ってること一緒だなと思ってます。ここはお酒も飲めるので熱海市内で飲んだりする時の、まあ、0次会とか、1次会で使うとかも、ありかなと思います。店内の雰囲気はウッド調な雰囲気になっていて、すごくおしゃれとかいうわけじゃないんですけども、店員さんも親切だし、すごく過ごしやすい、雰囲気なので、おすすめです。で、すぐ近くの場所にですね、和栗菓子キートっていうお店があります。非常識なほど甘くないモンブランを熱海でっていうコンセプトでやっていて、創業1806年の熱海で最も歴史のある旅館と京都の名店の和栗専門、サオリっていうところがね、共同プロデュースしたお店になっております。最近僕そのサオリにですね京都で、行ったばっかで、ここでも食べることになるとは思ってなかったんですけども、サオリの、モンブランはですね、砂糖不使用の栗の甘さだけで、栗本来の甘さだけで、表現しているモンブランになっていて、これがねめちゃめちゃ美味しいんですけども、イートイン以外にはモンブランソフトっていうのがあって、そのモンブランソフトは、栗と、ソフトクリームの甘さがちょうどよくてとても美味しいのでおすすめです。はい、では、次がですね、ここホテルミクラスという日帰り入浴プランがある、場所なんですけども、ここホテル泊まると3万5000円ぐらいしちゃうんですけども、日帰りの入浴プランだと2500円ぐらいで行くことができ、ここオーシャンビューで温泉をね見れるので、最高におすすめなので、紹介しております。ちょっとね入浴シーンとかさすがに撮れないので、入るまでになっております。はい、ここも同じような感じでオーシャンスパフーワっていう、場所になっていて、ここも、ね、別におしゃれとかじゃないんですけども、1日、楽しむならここの方がおすすめって感じで、さっきの場所はですね14時から19時しか、行けないんですよね。オーシャンスパフーアは結構、長い間行けますし、露天風呂はもちろん岩盤浴とかサウナとかスパとかレストランもあります。最後ですね、ここいろり茶屋っていう、お店になっていて、営業時間が、昼はですね11時半から15時、夜が、16時半から21時になっていて、定休日が火曜日です。席はですね100席ありまして、個室も5室あります。まあ熱海に行くなら海鮮は食べたいよねということで、海鮮を挟みたいですね。昼は今回海鮮行けなかったので、夜に行きましたが、ここ一番最初のカフェ基地と、めちゃめちゃ近いので、昼に行くのも、おすすめです。人それぞれね行きやすい形で行ってほしいなと思っているんですけども、このいろりでね串焼きできるのがすごく楽しいので、これはぜひやってもらいたいなと思っております。はい、こんな感じでね熱海のおすすめ場所を何個か紹介させていただいたんですけども、熱海の紹介したい場所実はめちゃめちゃもっとあります。もっともっとね熱海知りたいっていう方は、今後もリピートさせていただきますので、今回のねこの動画次第で、熱海もう一回やるかやらないか、決まりますので、よかったらねリクエストも含めて、
コメント欄残してくれると嬉しいです。最近ですね、他のエリアに関してもここやってほしいよとかいう声をね、いただく数が増えてきたので、皆さんすごく助かっております。そのコメント欄から次の企画を決めたりとかしておりますので、皆さんぜひコメント残していただいて、ここ知りたいっていう声をいただければなと思います。2ヶ月後、3ヶ月後の企画に本当になるので、皆さんのコメントお待ちしております。ぜひ今回紹介した場所も行ってくれると嬉しく思います。普段あまり言わないので、知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4. オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開で会員制カフェバーユニーをオープンいたしました。会員制ならではの体験を味わえます。我々は短期的な1回だけなどの消費ではなく、お客様と長い関係を築きたいと思っております。その関係を築くには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考えました。ただのカフェバーではなく、お客様のサードプレイスや帰る場所となっていただけるよう、ユニーはお客様と一生関わっていくお店を目指します。現在会員枠は満席ですが、ウェイティング登録で順番待ちはしていただけるので、概要欄からぜひウェイティング登録で順番待ちしていただけると幸いです。僕が代表を務めている美容室ヤイエが表参道にあります。僕は新規のお客様の担当をできないんですけど、共同代表をしている尾本やカラーがとても上手いスタッフなど幅広いスタッフが在籍しております。もし誰に指名していいかわからなければ、こちらから当日お客様に会うスタイリストをご紹介させていただきますので、お気軽にいらしてください。タイミングが合えば僕もお店にいるのでお声掛けさせていただきます。概要欄にご予約のリンクを貼っておきます。